青山一丁目町会の菅沼豊と申します町会ができたのは、えー、昭和32年で町会ができるよりも先にお祭りができています昭和28年頃というふうに聞いてますけども南一自治会という形で、えー、町の中に自治会ができ上がってで自治会ができた時に、えー、三木諸島お祭りをやろうということで三木諸島 おみこしと引き太鼓が、えー、そこに、えー、できてその大体同時期に法の踊りも始まったというふうに聞いております熊野神社というのは青山熊野神社という名前で、えー、青山っていう文字が上についてるんですねで、今渋谷区にあるんですけどどうした青山なのかなって調べたときにもともとは今の御所の中に、えー、神社があって それから何度か移転して 2, 2回移転したんですかね今渋谷区のちょうど港区と渋谷区とえ新宿区のちょうど境目のところにあるんですがえ神宮前のところに熊野神社というところがあってそのために青山一丁目は青山熊野神社さんの宇治子になっていると我々そこのえお祭りを年に一度え9月の下旬にえ3日間 開催しておりましてで青山一丁目町会とあとは南町町会という二つの町会合同してお祭りを盛り上げているというそういう感じでございますえ内一六住のお祭りはえ三木所が青葉公園というところに立ちましてえ宮司さんが金曜の朝に来てそこに御霊を入れてそこからスタートしてでお祭りはえ大神子引き大公 それともう一つのの踊りりとといいうががあまましてこれがあの特徴だと思いますで私奉納のの踊りの担当をしていまして、えーまあ、9月の後半なので、えー、もう盆踊りからだいぶあとになって、えー、踊りが踊れるということで、えー、いろんなところからあの町会の人はもちろんなんですがいろんなところから、えー、踊りに参加していただいて夕方の6時から始まって、えー、夜の9時まで。 大体3時間ぐらいずっと踊りっぱなしというそんな感じであの皆さんに喜んでいただいているということですナイチムツミのお祭りの魅力はですねまあ手作りでえみんなやって町会の人が力を合わせてえ若い人からえお年寄りの方までお祭りを成功させるためにえ一緒になってできるというところが面白いところだと思います で、まあ、その時にこうみんな一丸となるのはやっぱりこの反転ですかねこの反転を着て、えー、みんなこう仲,仲間意識を高めてやるぞってやっぱ反転を張るとみんなまあ気合が入るというかあのー、ね反転によって一つになると。でこう南一六つみというここにみんなミ、ね、ンが入っててそれでこっちに皆さん自分の名字を入れたり名前を入れたりとか外国の方はここに。 あのカタカナでえ名前が入ってたりとかっていうことがあって外国の方も含めてえ町会の住民みんなでこう盛り上げていくというそういうあの特別な3日間という感じでありますねやっぱり一番のやりがいは皆さんやっぱり本当にあの楽しそうに踊ってくれてるからその時が一番嬉しいですよね。とあとやっぱり 秋空にこう響くこのなんていうんですかねこう祭りの音の情景っていうのがこうものすごく日本的であの青山一丁目って都会っていうイメージがすごくあると思うんですがその中でそういう一角でそういうことができるっていうのはあの素敵だなというふうに常々感じております。今年はですねコロナウイルスののの感染拡大の影響もありりましてえ内地結びのお祭り自体が中止と といいうことになっててししまいましてあのー、皆さんやっぱ残念だとお祭りはやりたいというふうに思っていまして、まあ、その分来年はですね、えー、今年の分も含めて、えー、盛り上げていくためにまたみんなでいろんなアイデア出して協力して、あのー、皆さん是非、あのー、青葉公園に遊びに来ていただいてそれで、あのー、町会の人を中心に えー、あといろんなところから来て楽しんでいただければあの楽しい秋のひとときを過ごしていただけると思いますのでぜひ皆さんいらしてくださいよろしくお願いいたします。